イギリスの覆面アーティストバンクシーの新作が3日連続で発表されました。日中は人通りの多い商店街です。人々が見つめる先の鉄道橋に猿が描かれています。バンクシーは7日、3匹の猿が遊んでいるような様子を描いた新作を。S. N. S. で発表しました。この絵はロンドン東部。 ブリックレーににある高架橋に描かれました。近くに住む人によりますと7日午前1時ごろ、バンクシーと見られる人物ら数人が高所作業車のような車を使って絵を描いていたということです。 バンクシーが新作を発表するのは一匹のヤギ、二頭のゾウの絵に続いて三日連続です。四日連続の新作を期待する声も上がっていて、集まった人たちは次は何らかの動物が四匹描かれるのではと予想していました。